ハータズゴモーションピクチャー YouTube レッツゴー。はい、ということでね、始まりました逆コマネチということでね、まあ久しぶりにね、やらせてもらったんですけど、まあ今日はね、前回の動画のまあ引き続きではないんですけど、ローリングをね、まあ今一度ね、やってみようかなと思うんですけど、あの普通のちょっとね、ローリングじゃなくてクリアノズルをね、使ったローリング、果たしてね、まあ溶けたりとかね、かけたりしないのかっていうね、まあ視聴者様から、結構尋ねられることが多いんですよ。自分自身もね、このノズルはなんか溶けちゃいそうな、なんかイメージもあるなっていう感じなんですね。で、あと割れるんかなと、まあちょっとここをね、今日はね検証していきます。まあこちらのね、クリアレンズ、めちゃくちゃね、見たくれがねいいと思うんですけど、まあ溶接しててもね、すごいね見やすくて、まあ今どんな状態になってるかっていうのをね、確認はね、すごいしやすいです。まあなんていうやろね、これここね、当たってくる起点なんですけど、溶けそうっすよね。はい、もうこれ謎なんですけど、まあこいつねダメになってもいいんで、ちょっとねやっていきます。まあ電流の方はね、85Aで、パイプの方はね、3mm ぐらいのね、パイプでね溶接していきます。まあ今ね、ローリングやってってるわけなんですけど、まあローリングってビートの上で絶対転がすんですよ。浮かしてないんですよね。なんで今クリアノズルにめちゃめちゃ熱かかっております。で、これ割れるのか溶けるのかっていうところをね、まあ今日は探っていこうというね、ところなんですけど、まあこれなんでこういう動画を出すかっていうと、やっぱ購入される方、気になるじゃないですか。ローリングしていいものなのかダメなのか、これがね、まあヒントというか、まあ結果出ると思うんで、もし購入された時は、ローリングをね、ちょっと控えてもらうとか、いうやり方でね、まあ購入するしないはね、まあ皆さん決めてもらって、やってもらうとね、いいと思います。まあクリアノズルって見やすくてね、めっちゃいいんですよね。まあこちらのね、クリアノズル、今ちょっとね、見てもらってるんですけど、溶けてもいませんし、欠けてもいません。まあこれ皆さん見てどう思われます？自分的にはね、大丈夫だと思うんですけど、まあ一周ね、今任せてもらったんですけど、まあ結構ね、熱かかってね、ここに出て熱かかってるんですよ。あ、熱いですね。完全にね、熱が伝わっております。でこれでもね、溶けないんで、まあ大丈夫なんかなって思います。まあ溶けるもんならね、すぐ溶けると思いますんで、まあ溶けてないんですよね。はい、ということでね、皆さんお疲れ様でした。まあなんて言うんでしょうね、クリアレンズ、まあ欠けなかったし溶けもせんだっていうね、感じで結果出たんですけど、まあパイプをね、まあ一周回って、まあ溶接したんですけど、まあ溶けるもんならね、まあすぐに溶けると思うんですよね。溶けなかったんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど、購入されてね、溶けたり割れたりしても、マッハ家族はちょっと責任は取れないんで、まあそこだけちょっと理解しておいてください。まあ条件的には、まあパイプを、まあ舐め付けで一周任してもらったっていうね、検証動画になりますんで、そこだけはね、ご理解よろしくお願いいたします。まあそんな感じでね、今日は終わりたいと思います。せーの、逆コマネチ。チャンネル登録、高評価、ベルボタンよろしくお願いします。みんな明るく生きてこ、へこんどったらあかんで。この動画がええなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録はよろしく。